なりますか。はい、はい、はい、もうやっちゃってください。もうこれ初めて、おい、うどうどうあ、もう何も言わない。 P ですね。 P を5回です。そうそうそう、まあ、デッドライブはね、こうやって打撃連打してます。おお、なるほど。もう前からこれはそうなんですよね。で、この後投げが入ります。 P?P P ってどこ？ P はね、P はこれあ、P5 個なんで、あ、なるほど。ボタン知らなくても遊べますんで最後に、最後でもないから、ホールド、ティカルホールド。そうそうそう、これね、打撃を取る技なんだけど、左とこれをポポンと、あ、そうそうそう、おお、すごい、できますよね。なるほどなるほど、なるほど、できちゃうんですよ。で、次ですね、こっから新システムですね。 S はね、これ、これ、あ、ここ R のボタンを、これをポーンと、本当です。なるほど。すげえ。こんな大技も簡単に出せますよね。ちょっと次難しいかな。あ、ビビビ。さっきのね、ホールドのすごいやつ。ホールドで。あ、そう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 。天才ですね。あれ、これこっちのジョイスティックみたいなのも使えるんですか。そうそうそう。使いますよ。お。あ、もう何も言わなかった。おお、ナイス。もう説明いらないね。あ、すごい。Sを押してても、あ、そう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 、多分最終的にそれだけだと勝てないかもしれない最初はそれでいけると思いますね。というわけで、これチュートリアルは見事クリアできました。第一の試練、この DOA セントラルっていうメニューのクローゼットなんですけども、映像動くようになったかな。うん、ね、ここで着替えができるんですよ。で、まあ、スロット選んで、コスチュームを選んで、まあ、なんかこう自分の好きな服を探して、まあ、セットしてですね。あー、すごい、まあ、髪型もこうやって選んで、おお、メガネつけて、メガネ、まあ、ちょっとメガネいろいろあるんですけど、サングラスばっかりだね。まあ、そうだな、バイマンのかな、やっぱり。ちょっと、うん、あ、でもなんかちょっと似合ってるけど、そうそうそう、こんな感じで、できるんで、ちょっとお好きなキャラクター着せ替えてみてください。これ第二の試練なんでね。これ好きなのでいいんですか。好きなのでいいです。もう好きなように。あ、間違えた、間違えた、おや、ちょっと待ってくださいね。いや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 、ええ、いや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 、結構みんな期待してるの一つしかないと思うんですけどいや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 マジっすか、ザックか、そこで悩む、しかもあ、すごい、かっこいいこれまさかの展開だよ。ちょっとセクシーさん、はい、これ止めてあげてください。あ、これ、そうですよね。いや、あのね、割とみんな喜んじゃってるんですよねまさかのところにね、まさか、あ、そう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 。もしザック好きなんですか。ザック好きです。ああ、それはそれは失礼しました。じゃあ、相澤さんテイク2でここから本番いきますあ、すごいですね、これなんか、おお。あ、好きなの選んじゃっていいですよ。え、なんかいっぱいありますね、結構。そうですね、今日相澤さんが触るっていうんでね、正直昨日徹夜でやってくれた人がすごい、これ何、これなんだ、これ、これ新しいコスチュームですね。これかわいい、お目が高いですね。どっちにしよう、うん、みんなはどれがいいかな。白白にする。白、うん、来ました。一回これで出てもらって、うんうん、で、あ、髪型もね、マリーちゃんちょっと急いで作って、ツインテール以外に、おお、3種類用意します。え、ポニテもあんの。ポニテがあるこれはね、ポニテがある。あー、ありがとうございます。これはおー、ちょっとセクシーさんの反応がやばいかもしれない。あ、すいません、ちょっと今画面凝視しすぎですおおこれはやばいですねこれはやばいですね。称号って何ですか。称号はまあ今はあんまり関係ないんですけど、オンラインモードとかで見せびらかすやつですね。これはこういうやつだ。よろしく、
これで1個コメント買います、わかる、買います、そうですね。はい、まあ、こんな感じの着せ替えが楽しめるっていうのもね、これ戻っちゃって大丈夫、あ、そうですね、じゃあもう着替え、じゃあコーディネートこれでできたということで、もう1個、この、あ、うん、あ、戻った、うん、はい、はい、じゃあちょっとまた私の方で次の準備します。わあ、すごい、はい、このコーディネートして、お、ここ、はい、お、じゃあいよいよ実力がこれで見れるわけですね。おお、さっき、かわいいな、違うやない、あ、あ、びっくりした、びっくりした、ほのかた、ほのかもびっくりした、ほのかた、あー、来た、これは、かわいい、戦わすのか、これを。さあ、参りましょう、Get ready, fight! おっと、初心者らしい動きでいいんですね。お、これが、お願いします、お願いします、空回りしてる。コンピューター最速ですからね、ほとんど動いてない。どんどん、どんどん、どんどん、あー、ちょっと待って、危ないよ、どん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 出て、あ、なんかすごい、あ、どこ行っちゃうの、ほのかちゃん、あ、ほのかちゃん、あ、あ、大丈夫、生きてますから、大丈夫、大丈夫、これ、ね、なんか最近まですごい仲良くしてたから、ちょっとすごい罪悪感が、オーナーさんびっくりしてんじゃないの。どうしよう、もともと戦う人たちでした、あ、ちょっと待って待って待って、弱い私。頑張って、うまく使えない、おー、大技来たよ、なんか出た、あ、S ずっと押してたら、え、今の S 連打だよね、そうそうそう、これこれ、おー、すごい、あ、すごい、そのほら、あ、ごめん、ほのかちゃん、ほのかちゃん、マリーの声でそんなこと言われると、ちょっと、ちょっと、ちょっと、おー、いや、でも、どうなの、打ち合い、あー、危ない、うわ、どうぞ、危ない、まだあります、まだあります、ファイナルラウンドですね、もう戦いたくない。おー、すごい、中ヒット、ボンボン繋がりました、ごめん、なんかずっとくるくるしちゃうな、ずっとくるくるしちゃう、ずっとくるくるしちゃう、なんかいろんなことあるよ、わー、なんか来た来た、あー、やり返し、やり返し、ほら、あーの、お、 S ボタンいけるいける、 SSS、 なんか、S、なんかどっか破けてますよ、やめちゃった、マリーのお腹が、あ、手破れた、あ、まあ、そしてお見事勝利、ありがとう、お腹破けてる、お腹ね、腹破け、あ、汗かいてるね、すごい、メガネ取れてるんです、あ、これここそうそう、これやらないとね、はい、レディーで止めてるよ、さあ、出てまいりました、バイマン巨漢を倒していけるか、もう強そうだな、これ負けると俺もなんか悪いもんな、さあ、いざ舞さん頑張っていただきましょう、レディーファイト、あー、ママ、見てる、見て見て見て、いやー、ママ、ちょっと待って、ママ、ちょっと待って、お、いや、いけるよ、怖い怖い怖い、舞は、いける、まだいける、やばい、ボタン一発して、ほらほら、ちょっと待って、超強い、あー、SSS、あー、まだ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 、スタートアンドツー、怖い、まあ、怖いで、おい、バイマンちゃんとしろよ、強い、バイマン強い、強いバイマン、あ、これバイマンがちょっと今、いいぞ、アイザーさん使ってます、さあ、ここは、いや、怖い、おー、すごい、ゲームからホルダーいる、さあ、そしてミドルから、いける、いける、さあ、なる、ワッシャル、おー、すごい、さあ、1対1、さあ、問題はやばい、どこまで空気を読めるかというところなんですが、さあ、頑張って、もう攻め、ここを取りたい、さあ、まず攻撃権を奪っていく、怖すぎる、うわ、いや、もう攻撃みたい、もう攻撃する時間が残る、さあ、当てますよ、おっしゃ、いける、まだいける、おすごい、きたか、ワンチャン、ワンヒット、まさかのバイマン、それはニコという人が置いていきありました、誰だか知らないけど余計なこと、八曲の舞見ておくれやす、
もう怪我はいいの？それじゃあ始めましょ。皆さんの前にね出せるようになりました。今回ねいつものなんかおっとりした心だけじゃなくて、ストーリーの中ではとってもシリアスな場面があったりして違った面も見れると思いますのでお楽しみに。はい、次、はい、ラ・マリポーサですね。なんか一部では前作で死んだんじゃないかとか言われてたんですけど違います。もうフェニックスのごとく復活しました。でこのコスチュームのテーマもね、フェニックスなんですけど、まあ、ね、ラ・マリポーサよろしくお願いします。はい、いやー、で、こいつは何だい？天体の模造品です。そんなもんを手伝う理由は何だい？あなたに教える必要を感じませんが。それでは実験を開始します。中二病的なワードも多いですけれども、すごいノリノリで楽しく演じさせていただきました。激闘エンターテインメント「デッド・オア・ライブ6」は2019年2月15日に発売予定でございます。予約するしかないのです。ということで、ニコ役の上坂すみれでした。バイバーイ。はい、上坂さんありがとうございましたね。はい、ってことで新キャラクターニコちゃんですはい、で彼女ね、まあ、ぶっちゃけ悪の組織のミストというところの、科学者、サイバネティシャンっていうね、科学者で、私サイバネティシャンって何かっていうね、よくわかんないかもしれないですけど、まあ、サイバーでなんとなくハッキングしたりとか、サイボーグ作ったりとか、まあ、そういうことをしてるそうです。はい、で、まあ、プンチャックシラットって分かんないかもしれないですけど、東南アジアの格闘。遅いな。オーナーさん、楽しかったね。
せだぴょん。オーナーさん、オーナーさん、オーナーさん、オーナー殿、オーナーさん、ありがとう。ブイブイ。わらわの特別な日、そなたなら祝ってくれると思っておったぞ。良いではないか。オーナー殿、なんじゃ新しい水着、楽しみにしておるぞ。天狗界にもこの島があれば良いのにな。どうじゃ、わらわのこの姿。今の特別な日、一緒に祝ってほしいのじゃ。存分に楽しもうぞ。なんですけども、まあその名の通りオーナーが業務を行うためのオーナーが自由に家具やあの物を配置することができる部屋となります。でこちらの部屋でですね、2人の女の子をサポーターに任命してお仕事を与えて、それを見守っていくというような要素になります。でこの画面を見ていただいて、左の方とかに家具を配置した、さらにそうですね、イベントの中で季節限定家具みたいなものを追加を予定したりしています。でですね、こちらに関してはせっかくなので実機を用意しましたので、そちらの映像を見ていただければと思います。画面お願いします。はい、動いてる。そうですね、こちらも我々の方でちょっと簡単にですね、家具を配置させていただいたものです。その女の子として美咲とマリーが2人いる状態で、こちらに早速なので、どんな風に家具を配置するのかだけお見せします。今こういう家具を選択するエリアっていうのがいろいろありますので、こちらのエリアの方で例えばちょっと雰囲気変えたいなって時に、壁紙だったりとか家具も変えられますんで、こちらのベッドとして種類をこういう風に変えたりとか、はい、あとこう壁紙としてこう雰囲気を変えたりとかもできます。あと先ほどもちょっと言っていた季節限定の床だったりっていうところで、ごめんなさい、畳みたいなものとかも将来的に入れていきたいなと思ってますんで、こういうようなところも楽しみにしていただければと思います。まあ本当に駆け足になりますが、すいません。でですね、こういうふうにオーナールームでカスタマイズいろいろできるんですけども、このゲームってやっぱり女の子を撮影して楽しむのがメインだと思ってますので、ちゃんと撮影するボタンが用意してます。こういうふうに撮影をしていくときにこうアングルを捉えて2人の女の子を撮影することができます。でさらに女の子2人がお仕事していく中で仲良くなっていくと、仲良くなった結果としていろんなところお出かけしたいなということで撮影スポットを変更することができるようになります。その時にいろんなステージがあるんですけども、こちら、ちょっと例えばですけども、例えばこういうところで切り替えていきますと、ビーチで撮影2人はいる状態で撮れます。でもちろんこのゲームはですね、女の子にポーズを取ってもらうことも重要だと思いますので、例えば美咲にこういうセクシーなポーズを取ってもらったりとか、あとマリーにはオーナーさん準備できました、こういうポーズを取っていただいて、こういうふうにカメラを切り替えていきながら撮って楽しんでいただければなと思っております。はい、デッドライブエクストリーム3スカーレット、こちらの最新スカーレットという第3バージョン、こちらの方をプレイステーション4とで、今回はですね、任天堂スイッチに発売いたします。
来年3月20日発売でも発売日も決定しました。でキービジュアルの通り、あの三崎も今回は登場します。デトロベエクストリーム3ですんで、あのアクティビティも遊べますし、明日からパッケージの予約、また公式ホームページもオープンしますんで、細かな情報等はぜひご覧いただければと思います。以上です。いやー来ましたねこれ。はい、久々のドアフェス、首を長くして待ってました。今回はドア X3 のコスプレで行こうと思い、お気に入りのモヒートでディオへ。 XVV の水着も圧倒的に可愛いので、そのうちやりたいです。この水着のこだわりはネックレスとステンシルで描いた模様です、とのことです。めっちゃいい匂いするんですよ。ちゃんのコスチュームは本当に可愛いです。できる限り再現したく、染め色や襟のカットなど頑張りましたということです。あーなるほど、染色すごいしっかりしてますね。ドア6のミナちゃんの参戦ありがとうございます。本当に大好きなキャラなのでとても嬉しいです。今回は自分にとって一番思い入れのある大切な衣装で来ました。ドアフェスを盛り上げるお手伝いができたら嬉しいです、とのことです。強い男をまたコスプレできるのが楽しみです。よろしくお願いしますということです。グラトですが、この DOA フェスで参戦が発表されたらいいなということで、ビールを飲みながら待ちたいところです、とのことです。さあということで、皆様ご登壇いただいたところで、最後に林プロデューサー、会場の皆さんと番組をご覧になっている方にメッセージを賜りたいと思います。できていいですよ、本当にもう全然前でできていいですよ、はい、ね、あのしっかりあのすごいな、みんなカメラ持ってるね。このようになります。ここで流れを変えてきたショートドリーフ、そして対する相棒を信じるデロクレイファン、主導権を取ったのはマーズゲフ、ダメージ挨拶代わりにもう4割、
ここは投げで返して、どうする？我慢して、ここは暴れたところをしっかり打撃で止める。しかしホールドで切り返して、オエチ1、2、2発で止める。ここの上段止める、ゴムゴム当てて、さあここ使った。しかしどっちも焦らず、焦らず中距離、ここ投げ行ったところ確定で取って、待ってロック1本、勝利1本近づいた。おい、4種でとがめるが、ここはまだ準備している。さあここはよろけは取られるが、ホールドで切り返して大きなダメージもらわないようにしていたが、配管でダメージが動いて体力半分、体力ライファン優勢か。ここはちょっと打撃が遅れたか、しかし有利なのは体力ライファン。ここも 10P ホールド、どうする？この体力差だと原風相手には有利とは言えないですからね。これで、ね、しかし 10P ホールド、まだある、どうする？アッパーバーブロー、これ決まるか、残ってるか。生で当てるとバウンドしてしまうんです。塩ラジが取り返して 1-1 リセット。どうする？こういう壁に追い込んで、これうまいですね。壁に追い込んでいくのが塩ラジカの形。どうする？ここは浮かしてテリロックが優勢、優勢なんですが、さっきもこの状況でフリーに追い込まれた。しかしホールド、もうこれはワンコン入れればテリロックの、いやーっと、この状況で投げるのか。ダブルアップ押し込んで、まだ残る、どうする？肘出し切って壁コン、どうする？ここの1ラウンド死ぬほど、どちらも手を出してほしいよ。じりじりしている、じりじりしている、当てた、まだ残る、ゲダンシャガンだ、ゲダンシャガンだ、デイロクリーチ。ここは我慢して投げる。さあ、GP エキスパートホールド、おい、しゃがんで投げる、しゃがんで投げて、このジージーした戦いを確定まで待って、しっかり投げる。どうする？塩の時間的には攻め込みたいが、ちょっとあの防御を抜くのは厳しい。こういう、ここ大きいか、ダブルアップ、これは残らない。さあファイナルラウンド、いい、どっち、どっちが勝つんだ、ファイナルトーナメント勝つのはどっちだ。壁をエッジで有利作って、さあ取っていった、ワンコン、あとワンコン、いや難しい、パワーブロック見られて、さあコンボまで行く、コンボまで行く、しかし下段さあ詳しい、決まった、見事ファイナルトーナメント、ファイナルラストラウンド勝利したのはテルロックレイファー、デッドアライブラファイブラストラのファイナルトーナメント優勝はテルロック。お伝えされます、今回プレゼンターは林プロデューサーです。おめでとうございます。改めて塩ロジカ選手に大きな拍手を送りください。そしていよいよ優勝選手テルロック選手への表彰となります。では改めまして皆さん、テルロック選手に大きな拍手を送りください。そしてここでこの方にプレゼンターとしてご登壇いただきます。
株式会社光栄テクモゲームス代表取締役社長であらせられます小犬久志様でございます。大きな拍手を迎えください。それでは見事ファイナルトーナメントを制しました優勝テルロック選手には小犬社長よりまずは優勝トロフィー。おめでとうございます。続きまして賞金として10万円が贈呈されます。おめでとうございます。そしてハイパー X クラウドアルファヘッドセットを贈呈させていただきます。ありがとうございます。それでは、テレロック選手一旦も